はいどうもメッスです。月曜日ということでねクラブセレクションガチャ引いていこうと思うのですが、今日のクラブセレクションガチャのラインナップはこちら。バルセロナ、アーセナル、ラツィオ、ローマということで、本当に割といい選手はいるけど、まあね、ウディさんのね、ウディ師匠の動画ぜひ見てもらえればと思うんですけど、もうバルセロナとかね、本当に来すぎだよね。もうなんかなんならバルセロナで俺欲しい選手いるのかなっていう感じなんですけれども、うーん、いないな引く必要があるのかって感じだけど、まあまあまあ、ちょっとね、ガチャで誰が欲しいかちょっとまたね見ていこうと思うんですが、その前にですね、ちょっとこちら見てください。まあツイッターの方でもね発言しましたが、5連勝しました。知ってる方は知ってると思うんですけど、配信中のね勝率が、あごめん、これちょっと晒しみたいになってるな。配信中の勝率がむちゃくちゃ悪いんですよ最近。なんでかわかんないけど、まあなんか一説によると、最近お前プロスピハマりすぎてちょっとウィーレ PS4 をおろそかになってるんじゃないかみたいなねことはあるんですけど、いやそんなことはないということで、まあ配信外でねちょっと800戻るまで配信ねやりません宣言して、今2日経ちました。で結局ね配信外で1日ね2回ぐらいしか試合できてないんですけど、まあここですね、ここが配信で最後負けて、その後ね、まあ無事5連勝ということで、負けなしね、5連勝ということで、まあまあまあなんとか頑張ってますわ。あともうちょいでね、800戻ったら一応配信ね、また再開するっていうことで、あと7。なので、ここでちょっと神引きして、まあ6連勝で800戻るかな、ちょっと際どいけど、まあ6連勝で戻らなければ7連勝という形でやっていきたい。はい。そして、皆さんご存知の通り、e フットボールポイントで、アンスファティが来たということで、まあこれもね、確実に獲得していくっていうか、もうこれ引くか、今。ちょっとアンスファティ獲得しましょう。これね、総合値100。だいぶね、トレーニングコーチ今ね、キャンペーンで、ガチャ引くと、なんかトレーニングコーチもらえるということで、だいぶゲットしたので、まあすぐレベマになる。ありがたいことに。これでいいのかな、これで決定でいいのかな、総合値100。いやー、ファーティーありがとうございます。ガチャでね、引けなかったので、ファーティーゲッツということで。いやー、素晴らしい。ファーティーいらっしゃいませ。いやー、使いたいね。もう確実に動画化します。はい。ファーティーは確実に動画化します。よーし。ファーティーで、レート800ね、復帰、いいね。お、絵になるね。よし、それでは本題。クラブセレクションガチャの能力見ていきましょう。まあ、誰が欲しいか選手権。はい、やっていきます。はい、ということでね、ちょっと4クラブ来てるんで、もうパッパパッパいきますね。さっきお話しした通り、バルセロナ欲しい選手いません。はい。引く必要ある？マジで。誰来てもなんだけど。ちょっと待って。マジで引く必要あんのか。いや、でも、ウィでね、配信者として、スルーはできないっていう謎の300コイン。無駄な300コインよ、これ。確実に誰も使わない。で、アーセナルに関しては、そうだね。まあ、ガブリエルだね。ガブリエル。いやー、マジで欲しい。ガブリエルは、かなりね、今回の4クラブの中でもかなりトップレベルに欲しい。センターバック補強したいね。欲しいっす。めちゃくちゃ欲しい。あとはどうかな、エルネニ。ハードプレス、ないな。はい、次、ラツィオ。ラツィオはね、いますよ、結構。はい、陰謀さん欲しいっすね、陰謀さん。陰謀さんと、ミリンコビッチ・サビッチ持ってるね。あと、ルイス・アルベルト。アルベルト。相棒。前作の、使用感ナンバーワン選手。使用感良きナンバーワン選手。いや、欲しいな。当たってないんですよね、まだ。インモービレとルイス・アルベルトですね。はい。ペペレイナはいいっす。はい。比較は来なくていいと。比較の元カノか。はい、次。ローマは、そうだね。まあ、ね、これウディさんが言ってたけど、まあ、クリス・モーリンかな。ウディさんの動画はね、確実にチェックしてからね、この CS ガチャのね、動画撮ってるんで。はい。まあ、スモーリング、まあ、そうだね。でも結局、前線はね、アイコニック軍団でガチガチなので、まあ、センターバック系かな、やっぱ欲しいのは。クリス・スモーリングで。まあ、以上かな。はい、ということで、まあ、一見ね、ちょっとまあ、熱くなさそうですが、個人的にはやっぱガブリエルとか、陰謀さんとか、まあ、ルイス・アルベルトいるんで、まあ、結構ね、
気合は入る。うん、ここでちょっとやっぱね、絵にはならないんですけど、まあ、センターバックなかなかね、動画化しづらいんで、YouTube 的には絵にならないんですが、マジでここは補強していきたい。ということで引いていこうと思ったが、コインが1だ。よし、課金します。さあ、まずはバルセロナからね、引いていきます。1回目、さあ、誰？誰が来る？はぁ、バルセロナのクラブセレクションガチャですからね、うーわ。これはマジか。ペドリか。あー、マジか。いやー、バルセロナのね、クラブセレクションガチャなんで。いやー、これはね、ちょっとしっかり神引きしていきたい。さあ、2回目お願いします。さあ、誰？お願いします。俺は誰が欲しいんだ、バルセロナ。さあ、神引きしろ！お願いします！さあ、黒！まずは黒！おーい、来た！右足、これは、まだわからない。まだ21番ということは、あれか、デヨング、よし、あぶねえ、ギリ出てきた。オッケー、あぶねえ、ギリギリセーフ。デヨング、あ、でもさ、なんかネタ感で言ったけど、え、どんだけ上がってんだろう。え、マジでありじゃない？どうだろう、今なんかふと冷静に戻ったけど、え、デヨングこん中でもマジで、え、当たりの方じゃない？あの能力上昇値的には。ちょっと前回のね、持ってるんで、FP、クラブセレクションのね、FP 持ってるんで、わかんないけど、え、これ、何気に当たりじゃねえか？そんな気がする。今俺、最善の当たりを引いた気がする。ちょっとわからんけど。まあ、メッシとかはね、ちょっともう、102メッシとかいるからな。で、しかも他のクラブセレクションの、ね、メッシもいるし。さあ、ラスト。あー、はい。どうぞ。来てくれ、ガブリエル。お願いします。マジで。ガブリエル一択。オーバーメとか持ってるよ。お願いします！うわ、ちげえ。あー、これあれかな？あ、違うか。なんかスーパーサブいるよね。あ、この選手だ、多分。うん、違うわ。あ、スーパーサブいるのどこだっけ？あれ、アスダじゃなかったっけ？ちょ待って。あ、スーパーサブの選手いますよね。金玉じゃないか。あ、金玉だ。エンケティアだ。この選手か。あー、まあでもね、あんまり欲しくないっす。はい。ガブリエル。あー、まあいいや。行っちゃおう、もう。さあ、アーサル2回目。お願いします。マジで引きたい。持ってないんだよな、ガブリエル。え、めちゃめちゃ強いよね。何気に。何気にって言っちゃいけないけど。おーえー、あー、スパサブの人か。こんな、ちょっとね、足りないんだよな、オフェンスセンスとか。いや、厳しいでしょう。いや、無理でしょう。絶対アイコニックのが強いでしょう。さあ、ラスト3回目。お願いします。ガブリエル。お願い。マジでここ引いてくれ。頼む。はい。お願い。マジで来い。ある。え？あるぞ。マジである。うわ。誰これ。まさか。マジか。ここでスモーリングか。まあ、スモーリングもぶっちゃけて言うと、まあ、ライブアップで好調にならないと、まあ、使えはしないかな。個人的には。でも引いておきたい。ライブアップで A の時は積極的に使う。あー、無比か。無比。タリアン！違う。さあ、2回目行くぞ。さあ、どんどん引かないとね、4クラブあるから。さあ、お願いします。お願いします。誰？ムヒタリアン来ないで。あー、これはムヒだ、確実に。今度こそ。あー、もうマジかよ。ムヒタリアン、ほら来た。おい、いいよムヒタリアン、あの神予想いいからさ、ちょっとマジ頼む。スモーリングお願いします。さあ、ラスト、ローマラスト、お願いします。スモーリングお願いします。おえー、ムヒタリアン。はい、ではラストね、インモービレと俺の前作の相棒、ルイス・アルベルト、お願いします。1回目、ルイス・アルベルト、お願いします。ルイス・アルベルトお願いします。ルイス・アルベルト、お願いします。ルイス・アルベルト、おえー、ヒカックの元かな。さあ、頼む、前作の相棒、お願いします。
ルイス・アルベルト、これ使いたいよ、ルイス、こーレイナー、おい、マジでラスト頼むぞ、マジで。マジで頼むぞ、おい、マジで。ルイス・アルベルト、お願い。マジでラスト。こい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 、インモービレでもいい。ルイス・アルベルト、まあ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 、ウィーキー